エピックは AMD が全マイクロアーキテクチャに基づいて設計、開発している X86 から64マイクロプロセッサのブランドである。サーバー組み込みシステム市場を主なターゲットとしている。2017年6月に発表された。エピックプロセッサは AMD の通常のデスクトップグレードの CPU と同じマイクロアーキテクチャを採用しているが多数のコア、 PCI Express r a ンの追加、大容量 RAM や大容量、キャッシュメモリのサポートなど、エンタープライズクラスの様々な機能を追加で提供している。また、マルチチップやデュアルソケットのシステム向けの設定もサポートしており、これはチップ間を相互接続するインフィニティファブリックにより実現されている。AMD の改製品としては、コンシューマ向けの Ryzen シリーズや、 アスロンシリーズが存在する。エピックプラットフォームには1ソケットと2ソケットのシステムが存在する。複数プロセッサの構成では2つのエピック CPU は AMD のインフィニティファブリックで通信を行う。各サーバーチップは8チャンネルのメモリと128レンの PCI Express 3.0または4.0をサポートする。 デュアルプロセッサの設定で取り付けた場合、128レーンのうち64レーンはインフィニティファブリックによる CPU 間の通信に使用される。第1世代のエピックプロセッサは8コアのチェッペリン台をマルチチップモジュール内に4つ同梱している。チェッペリン台上の各コアコンプレックスの対象の位置にあるコアを無効化することにより、 様々なコア数の製品が提供されている。サムスン電子からライセンス提供を受けた14ナンフィンヘッドプロセスを使用してグローバルハウンドリーズが製造している。第2世代、第3世代のエピックプロセッサは TSMC の7ナノメートルフィンヘッドプロセスで製造される8コア CPU を集積した最大8つの CCD と グローバルファウンドリーズの12ナノメートルプロセスで製造される DDR4 メモリ PCI Express 4.0 USB コントローラなどの IO を集積したサイアードの組み合わせでパッケージを構成するサーバー向け2017年6月20日に発表された全マイクロアーキテクチャベースの CPU コア8個と DDR4 メモリ PCI Express 3.0 USB コントローラなどの IO を集積した、セッペリンソーク第4個でパッケージを構成する。最大2ソケットをサポートし、ソケット間はインフィニティファブリックで接続される。ソケット間は PCI Express l a n を利用しており、通信速度は 10.7GT、セック、0点子は 234NS である。組み込みシステム向けサーバー向け2019年8月7日に、 発表された。全にマイクロアーキテクチャベースの CPU8 コアを集積した最大8つの CCD と DDR4 メモリ、PCI Express 4.0、USB コントローラなどの IO を集積したサイアドの組み合わせでパッケージを構成する。最大2ソケットをサポートし、ソケット間は第1世代と同様に、 インフィニティファブリックで接続されるが、相互接続専用 PHY を利用しており、通信速度は 18GT、セック、0点子は201ナノセカンドと改善されている。サーバー向け2021年3月16日に発表された。全3マイクロアーキテクチャを採用したことで、19%の i p c 向上を達成した。 全モデル共通で PCI Express 4.0、8チャンネル、最大 4TB の DDR4 から3200、メモリ、独自のインフィニティガードセキュリティ技術などをサポートしている。ありがとうございます。